ラブキャナルで This is America、 プレインラップでパンクロック、エモーショナルテイクオーバーの2バンド計3曲をお届けしました。まずプレインラップですけれども、ユニフォームチョイスへの引き抜きの当て付けなのか何なのか、 Not Straight Edge って曲が収録されているのが面白いですね。デモが1本、LP が1枚リリースされてるんですけれども、それぞれ音楽性が全く異なります。初期のデモはもうポーランドかチェコの初期のチンハードコアを思わせるぐらい、もう無軌道かつ支離滅裂、ポンコツなバイオレントハードコアパンクなんですけれども、 LP ではハードコア版ランクファイルといいますか、ルーツ色濃いハードコアパンクを聴かせています。フォーキーというかカントリーっぽいというか、でもソーシャルディストーションとかあのリプレイスメンツみたいな泥臭さはなくて、もう完全に白っぽい音ですよね。で、何でもプレインラップから引き抜いたデーブ・メロ、ビッグ・メインズともにパッド・デュバー、パッド・ダイソンより少し年上だったみたいなんですね。で、ユニフォームチョイスにはユニティにはないロック風の要素があるのはこの2人の影響が大きかったみたいです。だからユニティより後のバンドなのにユニティより古い音を出してるんですよね。で、ユニフォームチョイスにとってパッド・デュバーの脱退以上にデーブ・メローが TSOL に引き抜かれたのも痛手だったみたいです。で、この時期の TSOL なんてもうそれこそまあよく言ってもチンカスみたいなバンドなんですけれども、それでもあの TSOL に誘われたっていうのが大きかったんでしょうね。はい。で、続きましてその前に紹介した、ラブキャナルなんですけれども、これにニューヨークやねボストンのハードコアみたいなタフな要素を入れたらかなりねユニフォームチョイスに近いサウンドになるんじゃないかと思うんですよ。だからエリック・ボン・アラブ加入させて、ま、彼のセンスを入れて、でパッド・デュバーが思い描いているユニフォームチョイスのサウンドに近づくと思ったんじゃないかという仮説です。で、同じくカリフォルニアでねピッグ・チルドレンとか、あとゼッド・レコーズのお膝元のロングビーチ出身のディセンションとか、あの辺も近い音楽性ですよね。で、ディセンションは先日再発されたターゲット・オブ・デマンドの後続バンドなんですね。で、ターゲット・オブ・デマンドについてはまたいずれ紹介しますけれども、ラブキャナル、ビッグチルドレン、ディセンション、ストレートエッジのシーンとはまた別の経路から来たキャッチーなハードコアなんですけれども、ユニフォームチョイスとやっぱり不思議と被るセンスがあるんですよね。そこがカリフォルニアらしさなのかなって思ったりしますね。で、それではディセンションで86年、 Why Work for Death ってアルバムから Fate って曲を、でピッグチルドレンはブラッドフォーザステートって、85年の12インチシングルから、超絶キラーチューンですね、シックって曲で、最後にオックスナードでのユニフォームチョイスのライブ映像をお届けしてお別れします。このオックスナードっていうのが、まあ、次回の伏線なんですけれども、またお楽しみにしていただければと思います。それでは最後までありがとうございました。